エマニュエル・アフリカン・メソジスト監督協会は、サウスカロライナ州チャールストンにある協会である。アメリカ合衆国南部では、最古のアフリカン・メソジスト監督協会であり、メリーランド州ボルチモアイナンで最古の黒人協会である。日本語では、エマニュエル・アフリカ系メソジスト監督協会、エマニュエル・アフリカン・メソジストエピスコパル協会とも表記される。教会は1816年。 チャールストンにあるメソジスト監督協会を埋葬地に関する論争を理由に大会したアフリカ系アメリカ人が創設した。白人のための協会、特にメソジスト監督協会は黒人の埋葬地に霊柩車の車庫を建てた時に侮辱行為をするなど過去数年から黒人への差別を強めていた。1818 18年、協会の指導者だったモリス・ブラウンは抗議の意で、 教会を去り、4000人以上の黒人信者もついていき、新たな教会に移った。キリスト教信者の大半である白人信者は黒人に教育を受けさせないために、黒人の礼拝時間を昼間に限定する条例の制定を、州、市に求めた。1818 18年、首当局は140人もの黒人信者を逮捕し8人の教会指導者に罰金と無打ちを宣告した。 1820年と1821年にも、教会を再度創作している。1822年、教会創設者の一人である、デンマーク BG が、奴隷反乱とされる計画に関わったとされ、7月2日に BG は、他5人の容疑者と共に秘密裁判後死刑となり、創立以来の教会は、白人至上主義者によって焼かれたが再建された。しかし、 チャールストンにおいて、すべての黒人協会は、非合法となり、南北戦争が終わる1865年まで、団体は地下に潜らざるを得なかった。協会所属のリチャード・カイン牧師。デコンストラクション時のアメリカ合衆国会議員南北戦争後、ダニエル・ペイン監督は、リチャード・イイチ・カイン氏を団体牧師に任命したが、この団体は、エマニュエル・エーメイーー、 モリス・ブラウン AME になっていった。1872年、カイン氏はサウスカロライナ州議会議員を経て、共和党アメリカが州国会議員になり、政治的立場において宗教指導者のしきたりを守っていた。団体は教会を1865年と1872年にも奴隷制度廃止論者で、教会共同創設者である、 デンマーク BG の息子で建築家のロバート BG の手動で木造として再建していた。1886年の地震による倒壊後、グロバー、クリーブランド大統領が再建のために、教会へ10ドルの寄付を行い、とても立派な大義に貢献できるのは非常に嬉しい。と述べた。しかし、民主党であるグロバーは白人娼婦の駆け込み寺だった。 コンフェデレートホームには20ドル寄付している。現在の教会は1891年に建設されたものである。南北戦争前の教会はカルホーン通りの北側にあったが、黒人は後年バウンダリー通りとなり、教会が建っていたカルホーン通り南側から排除されていた。1907年3月、ブッカーティ・ワシントンがエマニュエルアメ教会で講演しているが、 観客の多くが白人で、ペンシルベニア州最高裁判所の関係者や、チャールストン市長で弁護士かつ、ニュースクーリエ新聞の経営者だった、ロバート・グッド・ウィンレットがいた。1951年、教会は、信者が2400人に達し47000ドル改築費用を、確保、チャールストンチャンバー・オブ・コマースから結出した改善で、受賞した。1962年、 教会の集会で南部キリスト教指導者会議のマーティン・ルーサー・キング・ジュニアとワット・ティー・ウォーカーは教会の信者に登録と投票を呼びかけた。1969年、コレッタ・スコット・キングは、チャールストンの病院労働者によるストライキを支援するために教会までの1500人で模行心を指導、教会では武装したサウスカロライナ州兵と睨み合っており、 教会牧師や900人のデモ参加者が逮捕された。1989年に、ハリケーンヒューゴによる建物は被害を受け、大規模な修繕ですぐ錆びたり漏水するようになった、途端製屋根を、銅の屋根板を結合したのに張り替えることで錆びで、漏水を防いだ。2008年の時点で、教会は1600人以上の信者がおり、チャールストンインターフェイスクライシスミニストリーや他からの、 寄付による支援を受けている。また、地元の芸術コミュニティに関わっており2013年の展覧会やチャールストンシンフォニーオーケストラゴスペル・クワイアのコンサートを主催している。2010年に主任牧師で衆議院のクレメンタ・ピンクニーは宗教と政治両方において初期の教会指導者の伝統を持っており、リチャード・イー・チカイン氏の再来と称されるようになった。 2012年12月31日、1863年1月1日に出た奴隷解放宣言の150周年を祝してウォッチナイトサービスを開催した。チャールストンでは毎年1月1日にエマニュエルアメ協会まで歩く奴隷解放の日パレードを開催している。2015年6月17日、死警察の所長はバイブルスタディの最中に男が 教会に入り9人を殺害したと発表した。所長はこの事件をヘイトクライムと見ていて、クレメンタ・ピンクニーも犠牲になった。この教会はこの地域において、祭壇、生産の柵、信者席、照明器具といった教会のいくつかの歴史的な内装が状態よく残っている。2014年12月、アクセシビリティの向上を目的にエレベーターを建設するために、 資金調達を発表した。1902年にパイプオルガンが設置された。教会は2500人収容可能で、チャールストンにおいて最大級の黒人教会になっている。一方で、白ありに悩まされており、建物の構造が深刻に劣化しているとして州から、構造調査のための連邦政府歴史的建造物、保存費用として12,330ドルの援助を受けた。 サウスカロライナ州における、この境界の運動を描くドキュメンタリー映画、ザーメムーブメント、アフリカンメサデザムインサウスキャロライナの制作のために、プロデューサーはキックスターターで資金を募るキャンペーンを2013年に、行ったが目標額に達しず失敗に終わったが、映画制作のために、様々なインタビューが行われた。ありがとうございます。